はい、えー、では、えー、マスイチエル2016年、メイ、タイムゾーン1のペーパー1の一番最初の問題、クエスチ o n 1の問題です。えー、解説して,していきましょう。The fifth term of an arithmetic sequence is equal to 6 and the sum of the first 12 terms is 45. And find the、uh, first term and the common difference. ということで、えー、Arithmetic、つまり、u クエンスの問題です。u クエンスの問題 えー、まあジオメティックとアリスメディックそれぞれ、えー、まあ公式が2個2個とアリスメディックは2個、えー、シージオメティックはインフィニットシリーズというのもあるのでまあ3つになってます、えー、ブックレットにも書いてあるんですけどもまあ基本的には頭に入れるべき、えー、ものだと思いますで、えー、公式をとにかく使ってですね U5 ですね U5 を出してみましょう、えー、とカーマンディフェンスわからない ので、これが 5-1×d ってことですよね。これが6。で、シークエンスの問題は、もう基本的に与えられた情報を、えー、式をパンパンパンと書いて、連立方程式ができて解くだけ。こんな問題です。えー、今、1個目の式ができました。次の式は、sum of the first 12だから、s12 が欲しいんです。s12 ってことは、えー、っと公式を使いましょう。12の u1 プラス u12 の over2 で、 えー、45になってるよと。ただ、10、12って同じですよね。u1 プラス1 2くの d。ここで、えー、u1 と d の式にするというのが大事なポイントです。はい、2つの式が出てきました。並べてみましょう。u1 たす 4d が6っていうものと、ここ、センプリファイしましょう。6る u 1 plus u1 plus 11d が45という2つでサイモンテニアスができました。はい。では、u1 plus u4d equals 6. と、えー、これ計算すると 12u1 plus 66d is 45i。サイモンテニアス、システムオブエクエーションなので、えー、解いてくださいという感じです。えー、どうでしょうかける12でもしましょうか で、12u1 プラス 41d イコール72と12、12u1 プラス 66d が45。引き算をすれば、d が求まりますね。えっ、ー、と、18d が、A、27になるのかな。よって、d は negative.2、3、3 over 2出てきました。 はい。あとは u1 を求めなさいということなので、えー、まあこの式に入れるのが簡単かな、一番。u1 plus 4d equals 6. はい。u1 plus 4 times d. だから、negative 3 over 2 equals 6. はい。first term u と、これがこうなって、はい。u1 が6足す6、12ですね。っていう感じですね。なので、式立てるまでが大事なポイントです。 立ててからは単なる計算なので、えー、と間違えなければいいだけです、えー。シークエンス、そしてシリーズの問題に関して言うと、えー、と,とにかく正しく式を立てること。とすれば絶対にシステムが出てくるので、連立方程式が出てくるので、えー、2つの式を使って計算を進めていきましょう。はい、ということで、えー、シークエンス、アリスメティックシークエンスの復習問題でした。